ご近所さんの気楽なステージ。今日はちょっと福祉と離れまして、芸術の森というところがありまして、そこでアトリエっていうんですか、あれ。そう、自分の職場ですよね、はい、いろんな芸術ありますけど、絵を描いたりいろいろありますけど、そういうアトリエがあります。おかしいな。まあ、丸沼芸術の森っていう、そうですね、浅草にあるんですよね。で、はい、こういろんな芸術家にアトリエを貸してて、 そうですね、そこでちょっとしたまあなんか集落みたいな感じの、はいはい、いろんなアーティストがそこのアトリエを借りてそれぞれ創作活動してるという、非常に面白いというか珍しいというか。そうですね、まあ、村上隆がそこを使っていて結構有名になったっていう。そうですね、はい、何年もその村上隆自身が使ってて、あとあの彼の開会危機っていう、まあ、団体というか会社というか、うん、がそこで創作してたんですよね。そこに行ってインタビューをしてきましたんで、うん、今週来週と2回に分けて実際にそこで活動している人にいろいろお聞きしてきたんで。そうですね、創作活動実際どうなんだっていう、ね、そういうことですね。聞きましたね、はい、村上隆のことをどう思ってるんだっていう。まあ、村上隆という人はもう今世界的に有名な人になってますからね、はい、そうですね、まあ、現代アートで多分間違いなく日本で一番高値がつく人ですよね。そうでしょうね、はい、うん、まあ多分今はっきりは分かりませんけど、アメリカに住んでるというのは聞いていますけど。ああ、そうですか。それで世界的に活動をしている人ですけどね、うん、割と国内だと賛否両論なイメージですけどね。日本の国内では評価されないけど外国では評価されるという芸術家って結構いますよね、はい、そうですね、村上春樹とかもそうですね。そうですよね、はい、まあ芸術って非常に幅の広いあれですけど、音楽なんかだってそうですもんね。そうですね、日本ではあまりあれだけど外国ではすごく人気があるというか評価されてる人は結構いるんですけど、うん、それで外国で評価されると日本でも評価されるという非常に面白い図式ですよね、うん、でもそれ理想の売れ方ですけどね。あ、そうなの。はい、いやだって売れない時期ってあるじゃないですか、売れてない時期、はい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 、もうその時に散々こうなんていうんですか、アンチというか自分のことを悪く言ってきた人たちを、うんうん、はいはい、見返してやると思ってるわけじゃないですか、はいはい、でもそうする中でだんだんと国内で評価され始めて賞とか受賞し始めたら、うん、だんだんやっぱ柔らかくなっていくんですよね。だからそれは、はい、で感謝しなきゃいけなくなってるでしょ、はい、でもそうじゃなくて海外で先に評価されたら、うん、これ見ろみたいな感じで国内でもちょっと偉そうなまんまいけるんですよ。そうね、はい、それはある、それはありますね。だから海外で先に評価されて日本に逆輸入されたアーティストっていうのは結構国内のメディアとか出ない人多いですよね。でそうです、結構偉そうな偉そうな、はい、理想の売れ方ですよ、まあ、うん、っていうことはもう一つ違い方すると、日本っていうのはその評価する力がない、うん、外国と違って、うん、だから外国で評価されるとなんか あの人はすごい人なんだということで評価するという、はい、なんか自主性がない。村上春樹なんて一切テレビ出ないですからね。そうですね、はい、海外のテレビでやってるのに、うん、だから知る人ぞ知るでしょ。いや、そうですかね、うん、まあ結構知ってる人今多いけれど、うん、とやっぱね僕の知り合いでも村上春樹嫌いな人多いし、村上隆嫌いな人も多いですよ。あ、はいはい、なんかやっぱ嫌われるタイプなんですよね。なるほどね、うん、やっぱりそれはやっぱりどうなんだろうね、わかんないけどね、実際に話したことないし、それこそマスコミに出てないからあまり
人なりがわからないし、うん、村上隆の作品日本人が見てもまあピンとこないですよね。やっぱりそれは日本人と外国人の違いってあるんかね。あるんだろうね。いやだって村上隆の作品は日本のアニメとかそういうものをそのまんま作品にしてるんで、日本人が見ても特に何とも思わない。なるほど。でも海外からしたらそういうアニメとかのキャラクターをでっかい絵画として描いてたりしたらびっくりするじゃないですか。なるほど。じゃあ聞いてみますか。そうですね、はい、今週は、まあ、同伴画家と言っていいんですかね、入江飛鳥さんにお話を伺、はい、そうですね。最初同伴画って聞いたんで、うん、動く銅かと思ったら銅に版画をするわけですよね。そうですね。坂本さんはもう全然分かってなかったですよね、まあ、全然分かってないですね。まあ僕はね、入ればアトリエ、うん、アトリエというか、まあ、アトリエか、アトリエでインタビューしたんで、実際の、ね、はい、作品がいっぱいブワーって壁にあるんで、うん、それで想像できるんですけど、あ、うん、こういう感じかっていう。なるほど。もう坂本さんは一からの想像ですからね。そうそうそう。で実際にできたやつも見えないし、ね、見えないし、だ困ったと思いますよ、入江さんも。でしょうね。はい。もう急にインタビューしたいって言って来たら、もう盲目の人がどう説明していいんだと思いますよね。うん、じゃあちょっと入江さんの、はい、インタビュー聞いてみましょう。入江さんはね、まあ、海外でも評価されてる方ですから、ね、はい。では、どうぞ。沼にあります芸術の森の方にお尋ねして、ちょっとここで活動している人たちにちょっとインタビューをしようと思ってます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。私は入江飛鳥と言います。入江さん、はい、はい、丸沼芸術の森で、はい、もう13年ほどお世話になっておりまして。あ、そうなんです。はい、同伴画をまあ、ベースにした作品、銅版画を使った、まあ、コラージュ、はい、コラージュといって、まあ、切ったり貼ったりするような作品を、今メインにそれは発表したり、個展で発表したりとか、はいはい、まあ、展覧会をさせていただいています。はい、銅版画っての、はい、まあ、簡単に言っちゃえばあれですよね。そうですね、木版画 が、まあ、薄い銅の板になったような、はい、はい、感じですね。あ、はい、あ、その銅にそうですそうですやるわけですね。そうです、金属 の銅の板、まあ、1ミリの厚さの銅の板に、はい、まあ、要はその、まあ、金属で彫ったり、はいはい、腐食液という液体に入れて、まあ、銅を腐食させて、はい、銅の表面にこう凹凸をつけるんですね。なるほど。でその凹凸にインクを、いろんなインクをこう入れ込むことで、はいはい、まあ、一般多色刷りっていうんですけれども、はいはい、一回するときにそのいろいろな色がいっぺんに刷れるという技法がありまして、はい、でその刷った、まあ、紙に刷った銅版画を、私はそのコラージュといってですね、この切ったり貼ったりする作業をしています。はい、1点作るのどのくらいかかるんですか、時間的に。大きいものになってくると半年、1年近くかかるのもありますね。そんなかかるわけですね。大きいやつって、うん、大きいのはですね、はい、今までで一番大きいのは屏風ですね。6曲の屏風で、はい、横が5メートルちょっとあります、はい、で高さが160センチぐらいですね。はあ、こうバババババッとこう広げた状態だともうちょっと小さい。それも、うん、ごめんなさい。それで依頼された作品ですか、それとも。それはもう自分でそれを作ろうと思って決めました。
基本的にそんな感じですか、なんか依頼されたりすることもあるんですか。そうですね、依頼されることもあります。ああ、そうですか。その場合はちゃんと、まあ、大きさとかテーマが決まってる場合もあれば、はい、例えば2年前にですね、阪急百貨店さん、大阪の、はい、そちらのウィンドウのディスプレイをお願いされたことがありまして、50メートルある通路にですね、はい、7面のウィンドウがありまして、はい、で1面の大きさがだいたい6メートルで5メートルぐらいですね。ですごい大きいウィンドウが7面あって、そこを全部私が一人ですか、ディスプレイ一人で、すごいですね、ディスプレイをしてくれっていう依頼がありまして、はい、テーマを決めて、ちょっとできるかみたいな、うん、そうですね結構、はい、お話いただいてから半年でなんとかっていう感じだったので、半年で。なんか僕音楽とかやってると、はいはい、そのいわゆるメジャーなポップスみたいなアーティストが必ずメジャー第一弾みたいな感じで売れた瞬間、うんうん、ストリングスが絶対入るんですよね、弦が、オーケストラの。言ったら売れたステータスというか、うんうん、オーケストラって依頼するのにちょっとお金がかかるから、全部打ち込みの曲とかで今完成できるんですけど、うん、だから打ち込みでたった一人いれば作れるみたいな、うん、オーケストラはちょっとなかなか再現できないから、そうです、ね、メジャーになったステータスみたいな、オーケストラを使えたっていうんで第一弾で必ずストリングスが入るんですけど、うん、なんかそんな感じで、うん、大きいキャンバスに描いてるアーティストって、うん、はい、やっぱ何ですか、あ、売れてるなって簡単に言うみたいな、なんかその物差しみたいなイメージがあるんですけど、キャンバスが大きくなるにつれて、あ、売れてる人なんだなみたいな。そう、いや、うん、そういうわけじゃないですか。そうですね、単純に。でも学生の本当にまだ何のこう発表もする前に、はいはい、とにかく大きいものを作りたくて、はい、もうすごい何メートルみたいな作品は作ってましたね。あ、はい、やっぱそのやり始めの頃はでかいのが、そうですね、そうですよ、目立たないとみたいないうのがあって、はい、ね、ある程度こうお金が、まあ、できてくれば、はい、まあ、どんどん大きい作品、それこそ屏風を作るのにも、うん、屏風屋さんに作品をの持ってって、はい、屏風仕立てにするのに別にお金がかかったりするので。あ、なるほど。そういう場、まあ、屏風に描いていくとか、うん、屏風になんかコラージュしていくわけじゃなくて、出来上がったものを、そうなんです、キノコのパネルに紙を貼った状態の絵を持ち込んで、そこから屏風層にしていただくんですね。あ、なるほど。はあ、その何メートル、うん、はい、さっきからずっと考えてたんですけど、何メートル、はい、5メートルとか6メ、うん、5メーター、はい、6メーターのところに、うん、やるときもやっぱり動画なんですか。銅版画。そうですね、だからそんな、あ、そうか、そうするとそれだけ大きい銅を用意するわけですか。いえ、銅版自体は本当にこう 手で広げたぐらいの大きさぐらいのもので。じゃあそれを何枚も、そうですね、 たくさんいろんな色を吸って、うん、いろんな、まあ、色の紙を作って、でそれをこう、うん、まあ、さっき申し上げたそのコラージュという技法で、その切ったり貼ったりすることで、うん、絵が大きくても、どんなに大きくても対応できるんですね。全然イメージできてないんじゃないですかなかなか説明でも難しいんですけど、僕は見てますし、はい、僕の方がちょっとハードルは低いですよ。見て、うん、あ、コラージュなんだなって説明聞いたからもうパッて分かりましたけど、想像、うん、頭の中だけで作り上げるなかなかちょっと失礼して、はい、まあ、いわゆる木版画というのは、うん、凸版印刷と言われるもので、はいはいはい、彫ったところにはインクがつかなくて、そういうものないんですね。でバレンでこすってと。で、銅版画というのは逆に凹版印刷、彫ったところにインクをためて、はい、プレス機でバレンじゃなくてものすごい強い圧力をかけてインクを吐き出させるんですね。大きい版画を作ろうと思うと、版画、銅版もすごい大きくしないといけないし、プレス機も大きくないといけないと。あ、そうですね。銅版画は大きくしようというのはもうやっぱりプレス機の大きさで、もう大きさが決まっちゃってると。そうなんです。だからその限界を超えた大きいものを作ろうということで、入江さんは、もうこれをこうすり出した紙を切って、うん、で貼り付けるというコラージュで大きさの制限を超えてしまうと。あ、じゃあやっぱり大きいのを作りたいってどこから始まってるんですか、コラージュは。そうです。あ、そうなんですね。ですやっぱアーティストの最初は大きいのを作りたいっていうのは、あるあるですか。そうですね、やっぱりその小さいものよりは大きいものを作る方が、はい、なんていうんですかね、こうもう単純にでかいっていう、はい、なんか大きさの魅力はもちろんあります。なん
ていうんですかね、こう売れたみたいな、売れたステータスみたいな、あストリングスでやるそう、はい、でかいのかける作家になったみたいな、なんかそういう名刺みたいな、うんうんうん、っていうのもあるのかなと思ったんですけど、そうですね、すいませんまた失礼していいですか、はい、比較的小さいものもあれば大きいものもあると、はいはい、でもその大きさはまあやっぱり必然性というのか、あの小さい作品の場合こちらで松木島さんをご覧いただくと、一、うん、人の人物だったり、まあ、一匹の猫だったりっていうものが描かれているのに対して、うんうん、まあ、あの屏風など非常に大きい作品入江さんが描かれているのは、うん、何人もの人々だったりとか、ね、あの物語性というものがより強くなっているというのがあるので、それだけあの大きさが必要にどうしてもなってきているというところもあるかなと思います。今お話しいただいた学芸員の方ですよね。はい、なんか急に突然出てきて、やっぱね、アーティスト自身はなんか自分の作品をなんか理解してないって言いますもんね。なんか批評家が言って初めてみたいな。はい、そうすると学芸員の方が第三者でね、そうですね、はい、いろいろちゃんとこう批評ね分析していただいて、またちょっとしていただいて、いえいえ別に大丈夫ですよ、はいはい、ちょっとあの物語性がね、うん、ちょっと入江さんの作品のこう、はい、世界観というのか、どういう世界が描かれているのかとか、はい、あのそのあたりちょっと目で見えないのは恐縮なんですけど、うん、はいはい、そこもすごく魅力であるので、うん、ぜひ聞いてみていただけると、うん、どういう僕が聞くんですか。ええ聞く内容を指示されたの初めてです、はい、どういう物語が、例えばその今度の朝霞市博物館の展示に出品させていただくチラシの裏にちょっと写真載せていただいてるんですが、あの大きい屏風を出品させていただきます。そ の, もあのモデルとなった桜の大木が、あの岐阜県にある薄墨、大桜薄墨って呼ばれますね、これ、うん、あの桜が咲いた時とこう花が満開になって散る時と色が変わるそうなんですね、うん、散り際になんか薄墨色になるんだそう で,、はい、で樹齢が何千年というか、ね、1500年だったかな、うん、で、はい、でその間に2度なんかこう死にかけたっていう伝説がありまして、うん、ただそこからまた再生して、で1回また火事だったかな何かで、うん、ちょっとダメになってしまったけれどもまた再生したっていう、こう伝説の、桜の木の話を聞いて、あそのなんていうんですかね、生命力のすごさというか、そういう立派なこう大木の桜をちょっと描いて一度描いてみたいというのがあって、うん、それであの去年ですね、去年の春に作った屏風なんですけれど、あのそれをモデルにして、でそこに、まあ、お花桜の木の下っていうとこうお花見するじゃないですか、日本人の方って、でだからそこに集うその昔の江戸時代 の, その江戸時代ぐらいのまあ子供とかが、うん、あの集まってきて、まあ、現代の子供も混ぜてこうちょっとこう時空を超えてというか、なるほど、うん、ちょっと時代を超えたというか、う、ね、時間を超えたような、はい、あの絵の中によくあの昔の人々が蝶々登場するんですけど、あ、はい、そうなんですか、はい、あ、まあ、よく見たら確かにそうですね、そうですね、あのなんか持ってるじゃないですか、ポリシーというか ね, そ, うね、うんうん、それにやっぱり従っていろんな芸術活動をしているという人が多いですもんね、うんうん、そうですね、だからまあ彼なんかもそのジャンルは違うけど、そうそうジャンルは違うけど、自分の売れない自分で作りたい曲を、そんなに言う人はないですよ、売りたいとも思ってないし、いや思ってますよ、思ってない売れたいと思ってますから、そんな偏屈アーティストみたいなんじゃないですよ、ただ売れてないだけですよ、でもみんなが買いそうなものは作りたくないでしょ。いやそういうわけではないですから、そんな、なんで僕にインタビューを入江さんに聞きましょう、はい、そのじゃあどんどん見てないで聞いてください、そういうなんか、そうです、うん、確かにその売れる売れないっていうのは確かにその、まあ、売れるために絵を描くんではなくて、描きたいものが売れるっていうのが、そうですよね、私も、まあ、そうでありたいと思って、うん、あの今はそれはできてるんですけれども、はいはいはい、売れる売れないっていうのは結構大きいですからね、うん、そうですね、もう本当に死ぬほど評価されてないアーティストさんも
いらっしゃるんですか、うん、このえ本当になんていうか、いやじゃなくてこの、ここに芸術の森に、いやーどうですかね私からはなんか答えづらい質問でした。皆さんそれぞれなんか活動されてるのでね、はい、どう聞いたらいいですか、なんかこう、ええ、本当にどう生きていけばいいかみたいな状態のちょっと答えづらいですすいませんね、ええ、そうですね、はい、それは答えづらいですね、はい、よく考えたら、うん、なんかそういう、うん、こう芸術の森の、うん全体のコンセプトみたいなこうな気づいたら同じ方向性に行ってたりとかするもんなんですか、もう全くアーティスト別々なのか、例えばなんか現代アートの展覧会とかで、はい、大体今年はなんか移民問題多いなみたいな例えばあるじゃないですか、なんとなくの2017年現代アート移民問題みたいな、はい、IS で行こうみたいな感じのなんとなく足並み揃えてきたなみたいな乗って芸術の森っていう共同体のなんか進んでいく、あ気づいたら同じ方向行ってるなみたいなのってあったりするんですか、こういう交流していく中で、もう全く なさそうですね、ないなみたいな、やっぱそれぞれバラバラでうん、ありつつも、まあ、ちょっとね同じ方向、まあ、で動いてる、村上隆さんってなんかちょっとはいはいいらっしゃいました、まあ、以前に、はい、うん、どう好きですか作品は、え作品ですかいやなんとも何ともいやうん好きかどうかちょっとなんともいやなんか結構村上さんの作品って、ね、はい、あのアーティストさんの中でももうはっきり嫌いっていう人もいれば好きっていう人もいるのかなっていうイメージがなんか割と賛否両論なイメージなんですけど、私はなんかどちらかというとそのああやってこう海外でどんどん活躍されていくその家庭のお話を聞いてあすごい方だなというのを思いましたね、はいはい、あのちょっとミック・ジャガーに合うような感覚ですか、スターに、あーミック・ジャガーそう違うかな、そう今多分そうかもしれないです、一郎だみたいな感じですか、いやーと一郎それも違うんですね、いやでもまあそこまでそんなに遠い風には思ってはいないかなと、あ、はい、うん、やっぱりそのここの須崎社長から、はい、その村上さんがどうやって育ってここ出てったかのお話をよくあの話をお聞きするんですけど、はいはい、それをやっぱり聞くとあすごいこう、うん、なんかこう信念を持ったというか、うん、もう知っちゃってるからそれをそうですね、それを知ってしまっているからそちらの方がもうすごいなっていう、あなるほど、やっぱり自分もその海外で活躍したいっていう希望があるので、あじゃあどうやったら、うん、あのまあ、外にどんどん出てって活躍できるかっていうのは、はいはい、あの見習わなきゃいけないところが多いと思います、ね、うん、いろんな作品見て、うんうん、ああもうこれは嫌いだねみたいな思うんですけど、はい、やってらっしゃる方っていうのは、うん、そういう感じで思うのか、それよりもあこれどういう技法でやってるみたいな方を見ちゃうみたいな、うん、どっちなのかな、そうですね、多分それも人によってだと思うんですけど、私の場合はやっぱり同じ平面作品を見た時は、はい、どうやってやってるのか、はい、何で描いてるのかなとか、はい、紙は何かなとかっていうのを横から見たりしてると、はい、あ大体あの人作家だなっていうの分かりますね、はい、見てて自分も同じことやってたりするので、はい、うん、あの人作家だどういう意味ですか、すいません、例えば展覧会で、はい、絵をこう真正面から見て綺麗ねって言ってる方もいれば、はい、絵の横とか裏を見ようと思ってこう何で描いてるんだろうみたいに、はい、見てるお客さんを見てあの人はきっと参加だろうなとか思うことはあります、ね、でも僕もなんか抽象画とか見て、うん、何を見たらいいんだみたいな、うんうんうん、そういう時はなんか分かったふりしてこう見ますけどねやることないからそういう人結構いると思いますけど、そうですね、はい、まあ本当にいろいろだと思いますね、いろいろす、じゃあというわけでまたぜひ来て、はいはい、またいろいろお話しさせていただければ、はい、と思うので、はい、今日は仕事中申し訳ありません、 ありがとうございます、いいえとんでもないです、お邪魔虫しちゃいました、ね、最後変なこと言うのやめてください、はい、うん、はい、ちょっと終わりましょう、はい、あ、僕が、うん、なぜ今日はありがとうございました、ありがとうございました、博物館展覧会もぜひ、はい、お越しください、そうですね。
どうでした、ガックンの印象は。あのちょいちょい学芸員の人が口出ししてくるんですよね。はい、何なんですかね。やっぱりあの人、森沼芸術の森の絵のなんか愛がすごいんですよね、うん、なんとか魅力を伝えたいみたいな。そうですね、はい、まあ、あの時々インタビューで男の人の声がありましたけど、それはその方はそこの丸沼芸術の森の学芸員の方です、はいはい、ね、なんかそのだから丸沼芸術の森の作家さんたちが、はいはい、なんていうか展覧会をやるんですよ。で入場無料らしくて、はい、その浅川市博物館でやるらしいんですよね。9月の30日から、もうすぐですね。そうですね、10月の22日までやるみたいなんで、はい、まあ、これ今日のね、入江飛鳥さんもめちゃくちゃでかい屏風絵みたいなのもあるらしいし、はい、あと村上隆の作品とかもねあるんで、はい、あとね、僕こっち興味あるんですけど、アンドリュー・ワイエスっていうあの画家がいるんですけど、はい、そのアンドリュー・ワイエスの作品を丸沼芸術の森がコレクションしてるんですよ。ああ、はいはいはい。でそれのコレクションの展示をもうやってるんですよね、9月16日から。9月16日かな、はい、で先週ですかね、はい、からやってて、で10月22日までやってて、でしかもアンドリュー・ワイエスって30年間ぐらいその一人のモデルを描き続けてるんですけど、ああ そのモデルっていうのが身体障害者なんですよね。ああそうなんだ、はい、で有名なクリスティーナの世界っていう絵ももう半身、体の半分が動かない女性が、うん、もう這うようにしてなんか庭をこう歩いてる、家に帰ろうとしているっていう絵なんですよ、ね、なんかそのモデルの子はなんでかわかんないですけど絶対車椅子を使おうとしなかったらしいです。あ、なるほど、うん、というわけで、はい、まあ、来週もまた、はい、そうですね、インタビュー続きやりますからね、はい、来週は彫刻家の義母さんに、はい、インタビューしているので、はい、お楽しみに。はい、じゃあ今週はありがとうございました、はい、ではまた来週お楽しみに。番組に対するご意見ご感想、福祉に関するご質問、情報コーナーで放送してほしい情報、またゲストコーナーに呼んでもらいたい人、団体などがございましたら、次のメールアドレス、ファックス番号までお寄せください。メールアドレスは gs@fm767.net gs@fm767.net。 ファックス番号は0482299434、0482299434。